アスカちゃん、アスカちゃん、財布は置いてった方がいいと思うよ。そうか、財布忘れたの。せっかく持ってきたのにね。さっきです。バッチリ撮ってそういうとこだけちょっと私バッチリ撮ってバッチリ撮って撮れないやって思うバッチリ撮って。あれ大丈夫東京が足りないんだよ。ちょっといい感じだったんだけど。アスカさんどうですか。転んじゃった。1年ぶりの軽井沢。楽しい。楽しい。おかげさんで。おかげさんで。天気いいね。ちょっとこれ iPhone のカメラでおいどりするよ。そういうこともできる。うん。じゃあ、まあ、そう、教えてくれないんかなと思ってたから、待ってくれてよかった。教えてくれるよ。カメラ持ってくる。とりあえず1本目これで撮る。転ばずに降りれたじゃん。リフトでこけてたけど。あれ大丈夫。よかったじゃないですか。頑張ります。リフトのもう一回リフトのリベンジしよう。今度は降ります。2回目にして OK だ。そう、こういうコーナー。あのここあのそっちから滑ってくる人いるから危ないからね。2年目じゃちょっとまだルールがよく分かんないよね。ルールは、ね、教えてもらいながら、ね、そうだね、うん、ほら
ことだよ。本命も転ばなかったじゃん。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。12月からゴールデンウィークまで営業している竜王スキーパークで撮影された竜王シルブプレ、ビーカンファクトリー YouTube チャンネルでアップしています。ライター営業にアクティビティ、軽いパウダーにイージーなパークに上級者コース、そして変なメンツ、スノーシーズンを楽しむなら竜王シルブプレ。さらに詳しい情報はビーカンファクトリーウェブサイトへ。